ミヤクチャンネルワンポイント解説。最終的には現金給付で落ち着きそうですが、お子様へのクーポン支給ということでまた特設サイトを作るなどという話がありました。こちらレギュラー放送の方でもざっくりと説明しましたが、デジタルを理解していない政策という告白のような話です。今回はデジタル化についてのワンポイント解説。デジタル化といっても幅が広いのでプログラムに限定します。特設サイトを作るのも一種のプログラムで動いております。さて、このプログラムが最も得意とするものは何か。繰り返し繰り返し作業です。同じことをただひたすら繰り返すのにはプログラムは最適なんです。しかし、その作業が一回こっきりだったらどうでしょうか。これを町内会で会計を担当することになった人というシチュエーションで説明してみます。今時町内会入らないよという人もいますが、まあそういう役割を与えられたと想像してみてください。町内会の会計ですから、入ったお金と出てったお金を一覧表にしてまとめるだけです。そんな一回こっきりのためならば手書きでも十分間に合います。また今時ならば表計算の Excel を使えば簡単だろうという意見もあると思います。ただその任された人物、 Excel ができなかったらどうでしょうか。その一回こっきりのために Excel を学べというんでしょうか。Excel を学んでいる時間に手書きでちゃっちゃっちゃっとやった方が終わると私は考えます。一方、会計の作業というものは毎年毎年あるのであれば、ここからは繰り返しの作業となります。すると今度は町内会の方で手書きじゃなく Excel にせよプログラムにせよデジタルでできる仕組みを用意する。仮にその経費が10万円かかったとしても、毎年毎年使っていけば11年目からはタダとなります。もちろんここにプログラムのアップデート費用などは含んでおりませんが、ぶっちゃけで言うと誰がやっても同じ繰り返しの作業を人間の代わりにやらせるのが、そしてそれに最適なのがプログラムだということです。実はこれベルトコンベアなどの流れ作業も同じことです。人間がえっちらおっちら動いていくんではなく、機械の方を動かすということです。デジタル化というととかく大層なものをイメージしますが、基本的には繰り返し作業に適したところに導入する、そして一回こっきりの作業なら費用対効果を考える。プログラムはプログラミングされたことしかできませんが、人間は知恵と工夫でいろんなことができるからです。一方、何でもデジタルトランスフォーメーション、今ならば AI ということをすぐに持ち出す人は、デジタルという AI という箱に突っ込んでおいたら何でも解決すると思っている節があります。それは間違いです。デジタルもプログラムも AI もその手続きを書いたプログラム以外のことはできません。ただ残念ながら政治の側もマスコミの皆さんも、このデジタルに対する根本的な理解が足りていないようです。そこで今回のデジタルのワンポイント解説をしてみました。今回のワンポイント解説を面白いなと思ったら、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。今後もワンポイント解説興味あるよという方は、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ワンポイント解説にワンコのコーナーはありません。ごめんなさい。次のワンポイント解説、いやどころかレギュラー放送生配信などなどお付き合いいただければ幸いです。バイバイ。